PNB118 は、マレーシアの首都クアラルンプールの KLCC に建設中の商業用超高層ビルである。2014年に着工し、2022年に、竣工予定。予定通りに竣工すると、高さ656メートル、地上118階、地下5階の構造となり、ドバイのブルジュ・ハリファの828.9メートルに、ついで、 世界で2番目に高いビルとなる。PNB は、マレーシア最大の投資企業である EN、ペルモダランナシオナールバーハドの略称で、PNB の本社ビルとして機能する予定である。地下階は駐車場となっており、8500台が収容可能となっている。地上118階のうち、100階が賃貸スペースとなっている。賃貸スペースのうち、83階がオフィス。 12階がホテル、5階が住居及び小売業センターとして利用される。最上位の115から118階は展望デッキ及び美術館スペースとなる。その他、賃貸他のレクリエーション施設やメンテナンス施設から構成される。エレベーター及びエスカレーターはフィンランドのコネが受注している。 COVID-19 のパンデミックにより2020年3月18日に建設が中断したが2020年5月中旬に再開された。ダイヤモンドのファセットカットのような外観でマレーシア人の多様性をイメージしている。戦闘は秋田に偏っているが、これは隣接するムルデカスタジアムで1957年に フンク・アブドゥルラーマンが独立を宣言した時の挙手をイメージしたと言われている。ラピドキロリットル、ありがとうございます。